浩二さん、おはようございます。速稼塾の久保です。浩二さんの動画の中で木村花さん安らかにというね、こういうテーマの動画をね、たった今拝見しました。今日は12月17日朝7時36分でございます。私、木村花さんとかね、テレビ番組のなんとかハウスですか、これ全く知りませんでして、お恥ずかしい限りなんですけども、ただやっぱりね、一人の人の命が失われてしまった、それがおそらくですけども、私本当によく知らないんですけども、 SNS かなんかにおける書き込みでってことなんですかね。人ってやっぱりね、ウィークポイントってあると思うんですよね。ものすごく体が頑丈な人でも、ものすごく強そうな人でも、あるたった一言が心に深く突き刺さって、そこから逃れられなくなるってことってあるのかなと思っちゃうんですよ。だからこそ意図してね、人を貶めるようなことっていうのは口から出ないようにしなければなりませんし、何よりも耳から入らないようにしなければならないのかなっていう話を思うんですよね。そう、口から出ることって多分耳から入ることとか目から入るものがそれを言わせる、アウトプットさせると思うんですよ。ですからなるべくね、私もね、いい言葉を聞いて、いい景色を見て、とってもいいね、音楽を聞いて、そして自分の中をですね、幸せとか感動とか感謝で満たしたいなと思ってるんですよ。そうするとやっぱりね、誰かに恩返ししたくなると、誰かに何かね、励ましたくなるとか勇気づけたくなるっていう風なマインドができると思うんですよ。で、これはちょっとビジネスの話になっちゃいますけども、自分が稼げるようになったら誰かを稼がしたくなる、稼いでほしくなるんですよね。そして時間とか、それからお金ですね、これから解放された体験というのがね、どのぐらい社会を明るく見せるのかってことを体験してほしいなと思うわけなんですよね。で、今回は特にね、木村花さんのことについて私分からないんでね、何とも言うことができないんですけども、ただやっぱり YouTube を出していく中で誹謗中傷のコメントって入ることってあるんですよね。で、それに対してやっぱりいろんな考えがあると思いますけども、私はね、今回もそうですけども、なんだっけ、ネズミ講みたいなキーワードで書かれた時って、じゃあネズミ講について語ってみようかなみたいなエネルギーにこう変えていくんですよね。まあ、そういうふうな工夫をすることが、その情報の多い中、 SNS 全盛期に求められるちょっとした工夫とか知恵なのかなと思いますんで、私は自分に攻撃の矢が向いた時には、そういうふうに、こういうふうな切り返し方があるんだよってことで、多くのね、発信者の方とか YouTube をこれから始めようとしている方に、まあある意味ね、背中を見せていきたいなと思うんですよ。くじけるなよって感じですよね。ただでさえやっぱりこう、自分の言いたいことを言える人って少ないと思いますし、自分のね、言いたいことを言ったら、それはそれでね、批判の中傷になったりする、標的になったりするんで怖かったりするんですけども、そんなことは全然ないと。こちらから誰かを貶めようとしない限りは、人から貶められるね、ことに対しては正々堂々と立ち向かっていけると思うんですよね。まあ、唯一違うとしたら、例外があるとしたら、権力者に対してはね、どんどん誹謗中傷してもらっていいと思います。ただしそれは行動とか考え方に対してなんですよ。人格に対してはやっぱり良くないなと思いますね。今はね、菅総理がいろいろされてますけども、GoTo なんとかの失策とかね、それからインタビューに記者会見に臨む姿勢っていうのは、これはね、批判してもいいと思いますけども、だから菅さんの生い立ちを責めたりとか、親戚縁者をね、貶めたりっていうことは全然違って、やっぱりこの能力ですとか結果主義に対してはいくらでもね、権力者に対しては追及するべきだなと思いますし、私もある程度ね、そういう面では自分の至らなさっていうのは、お叱りとかをいただいても仕方がないなと思うんですけども、だからといってね、人格に及んだこととか、家族とか親戚縁者とか、もしくは私は広島出身ですけども、広島の人間はみんなそうだみたいなこと言われたら、それはちょっとね、別の戦い方をしなくてはならないかなと思っちゃうんですよね。まあ、とまあ、いろいろと勝手なことを申し上げましたけども、浩二さんのね、今回の動画で、いろいろとね、考えさせられることもありましたし、特に浩二さんの上げた動画をどうこうするわけじゃないんですけども、その浩二さんの動画を見た後でね、私なりに考えたことをちょっとね、つれづれになるままに話してみました。またよろしかったらね、動画の方をどんどん上げて、これからもね、見せていただきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは今日もいってらっしゃい。